ングラジオ、はい、遅く起きた日曜、はい、こんばんは。はい、こんばんは。11月26日第136回です、うん、はい、うん、お久しぶりということで、はい、はい、本当だな。いつの間にか、いつの間にか、いつの間にか12月11月終わりますよ。また今はもう秋、秋ですね。本当にもう誰もてかもう冬じゃないですか。いないない。前も多分言ったと思うんですけど、それ気分かんないですよ、それいやいや、もうめっきり涼しくなりまして、紅葉シーズンということで、まあ今いいけどね、紅葉もさ、まあ、いいさ、はい、でもこれから寒くなるじゃん。はい、この放送が終わって、配信が終わって、次はもう12月だね。いやだね、早いですね。12月といえばライブあんだよな。あ、忘年会ライブですか。忘年会、はい、順便も来てくれるよね。あ、はいはい、行きます。まあ楽しそうなライブになると思う、はい、皆さんぜひ、はい、お知らせは後ほどって感じですね。結構ね、いっぱいなんだよね。あらら、はい、お早めにですね、はい、うん、なんかね、まあいいや、はい、でさ、はい、俺紅葉行きたいんだけど、はい、山いいっすね。車がないんだよ、それで走る車が。どうしてもスポーツ感が欲しいんだよ。前にも話したと思うけど。え、 SUV とかじゃダメなんですか。ダメなんです。 SUV あんまり好きじゃないんだよな。だからどうしてもこうスポーツ感みたいので、はい、山っていうかさ、山だな、なんとかスカイラインとかさ、はい、あんじゃん。いいっすね、はい、走ってみたいんだよね。綺麗な女性からのが乗っけちゃってさ。いや、いいですね。いいよな、はい、でもあの紅葉は、でもあの陸義園、あ、陸奥園、駒込ね。あそこ、はい、うん、あ、そうです、うん、あれがなんか、ライトアップ、夜、おう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 、ライトアップされて、うん、夜の紅葉見れますみたいなのがあるらしくて、うん、ちょっと今度行こうかなと、あ、行った方がいいよ、思ってます、はい、駒込の話になっちゃう。駒込、どうぞ。駒込のエピソードあります。駒込は、はい、あの旧古川庭園というのもあるんだよ。それは陸奥園の近くですか。うん、そうだね、わりかし近い、はい、そこもいいところだと思うよ、はいはい、これ学校が向こうの方だったから、はあ、なるほど、この子もいいじゃないけど、はい、だからよく知ってるんで詳しいんだね。あ、そうなんですか。陸軍行って、はい、それから古川庭園行って、はい、もっとまっすぐ行って飛鳥山、飛鳥山っていうの、ああ、飛鳥山なんか聞いたことある、とかをみんな行くんだよね、はい、へえ、うん、でもなんだ、陸軍園行って古川庭園行ったらもう一日経っちゃうよ、終わっちゃうよ。ああ、この前久しぶりに浅草行きました。あらあら、そうなんだ、はい、人多かった。あ、人が今までないぐらい少なかったですね。少なかった。平日、まあ、平日行ったんですけど、うん、なんか仕事で、あ、いや、全然違います、プライベートで、ね、全然違います、はい、あ、本当、あのブルーノマーズ、大丈夫ですか。大丈夫です。あ、ブルーノマーズどうだった。ブルーノマーズのライブ行く前に行ったんですけど、うん、あ、めちゃくちゃ良かったですよ。へえ、はい、ただ遠くて。え、どこでやったの。東京ドームです。あ、ドームか。東京ドームは遠いっすよ。そんなことねえだろよ。いやいや、同じ空間とは思えないぐらい遠くて。あアーティストだね。ああ、そう。あ、なるほど、ね、なんか、あ、なるほど、よかった。ああ、まあでも よくありました。めちゃくちゃかっこよかった。見たかったな。いや、本当に素晴らしい。パンパン？パンパンっす。ああ。パンパンすぎて会場か、あのギリギリに行ったんですけど、うんうん、もう席見つける前に開演しちゃいました。あらららら。最悪です。でもまあ聞ければいいじゃん。はい、あ、行きたかったな俺も。いや、よかったですよ。ブルーノマーズあれやんないかね、アイムとかで。でもそのアイムでとかじゃないですけど、うん、ブルーノマーズのそのファンの人がライブ、うん、あの大阪かとかでライブ終わって、うん、その後なんかホテル戻って、うん、あのホテルのバーで友達と飲んでたら、うん、そこにブルーノマーズ来て、でそこであのサポートのピアノの人と自分は、うん、ブルーノマーズアコギでライブ始めたらしいです。マジ、はい、びっくりすんね、それね。めちゃくちゃいいっすよね。へえ、そうなんだ、はい、あ、でも見に行きたかったな、本当見に行きたかった、はい、あの YouTube に結構高画質な画像がいっぱい上がってるので、動画がいっぱい上がってるので、はい、見ててください、はい、で今週は、はい、またゲストが荒井さんのコーナーで出るんですよ。はい、どうなったんですか。それこそクモさんがゲストで、あ、空と雲さんがゲストで、はい、なるほど、あ、出てもらうんです。どんなお話するのか楽しみです ね、はい、はい、じゃあ聞いてもらいます、はい、早速いきましょうか、コーナーに、はい、はい、どうぞ、はい、どうぞ。荒井武と今井義康のまあいいかいガチョーっていうことで今日もやってまいりました。何回聞いても振る。やめましょうかね、ガチョもね。なんか考えよう、ま、ね、ね、
はい、今日は新井さん、はいよ、ゲストにまた、はい、猿と熊さんが、はい、今日はたくさん、もうね、もう何十人もね、はい、ですね、はい、はい、あのどうもこんばんは。こんばんは、こんにちは、猿と熊です。こんにちは、猿と熊です。ね、あの猿と熊さんってその由来っていうか、それはどういう感じなんですか。ですね、まず最初は、はい、ボーカルギターのキミトと、はい、ベースの私の2人で始めたんですね、はい、その時にユニット名っていうか、あの誰もがつけないような名前をつけるっていうふうに考えて、うん、で、あのそのキーワードとしては2人ともあの宮沢賢治とか好きだったんですね。え、何何何、宮沢賢治が好きなんです。あ、はいはいはい、イメージ的にも、うん、で、まあそんなような感じの感覚で、ね、名前つけたいよね、うん、って言って、私がじゃあ空と雲ってどうかなって言ったんですよ、はい、で、あのか、まあ、あのメールでやるとしたんですけど、うんうん、漢字で空と、とはひらがなで雲にしたんです、はい、でそしたら、はい、そしたらあの、まあ、キミトの方から、うん、あ、それだったらなんか誰々さんと誰々さんみたいになっちゃうんで、うん、あのそれじゃつまらないから、うん、カタカナにしようって、おでそれでカタカナにしたんです。なるほどね。で、あのその名前のその空と雲は2人とも同時に一致したんですよ、うん、あ、いいねって、はい、同時に同じような考えもある、はいはい、でそこからスタートしました、うん、おそうですか。で、あの、まあ、最初はね、あの国分寺の公演後でやったんだよね。公演ですなるほどね。あのお金がないんでメンバーいるんですけれども、それでちょっと自己紹介を、そうですね、はい、せっかくなので、じゃあどうぞ。ボーカルやってるキミトと言います。よろしくお願いします。キミトさん。キミトですね。キミトというキミトさん、キミトという名前でやらせてもらってます。ね、よろしくお願いします。キミト僕はい、キミトさんと、はい、キミトさん、あ、あのリードギターのシュクリンと言われてまして、前はシュクリって言ってたんですけど、うん、いや、ここに入ったらシュクリンになっちゃう。シュクリン、はい、いや、あのあれですよ、補足します。お願いします。あの彼は、はい、あの我々のブログでは、はい、あのちゃんとシュクリになってます、うん、シュクリンじゃないです、シュクリです。漢字で宿に、利益の利ですね、はい、はい、はい、そして、私が、ベースとコーラスのクイチです。クイチ、はい、9に1と書いて、9、1ですね。あ、91で。はい。ね、で、あの、その名の通り、2年ほど前に九死に一生を得まして、大動脈解離。それね、いや、それは関係ないんですけど。だから91には見えないもんね。ですよね。はい。はい、なるほど、はい、はい、ドラムの第6です。大陸と書いて、表外漢字読みの第6です。はい、はい、歌は歌わないんですか。歌は歌わないです。あのちょっとコーラスはやりたいなと思ってるんですけど、うん、あ、いや、後々、はい、やればいいんですよ、はい、ねえ、で、ね、あのでスケジュールは12月なんかも忙しいんじゃないんですか。スケジュールあれば、ですね、12月は、はい、さっきまで、ついさっきまで1本入ってました、はい、あの 入ってまして、12月の25日ですね、うん、それはですね、中央線の JR 日野駅から、徒歩2分にのところにあるソウル K というライブハウスでやります、はい、な、漫才やんの。ギフですね、ギフです、はい、で、あとありがたいことに先ほどですね、はい、忘年会に出てほしいと。もうありがたい、あの、はい、お誘いを受けまして、いやいや、あの、ありがとうございます。私もね、こう何回もお世話になってるけど、はいはいはい、ある時からね、はい、あの一緒にってことで、はい、ね、もう何回目だろう、空と雲さん。あ、3回目これ2回目、2回目ですよ。あれ、まだそうだっけ。前回はあのシュクリが、あ、ちょっと一人で、あ、そうです、はい、うん、さ、2回目か、はい、そうですね、うん、ありがとうございます、うん、いや、まあ楽しみですね、ライブもね、はい、ということでね、はい、はい、今日は、はい、空と雲の、はい、4人の皆さんに、はい、来ていただきましてね、はい、ということで、はい、次のコーナー行きましょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いします。空と雲です。知らず知らずのうちに深井またやってきました。新井武のまあちょっと話してをコーナーです。
この前和田君の話もしましたが、残念ながらね、うちらのメンバーでも相原誠も亡くなってしまいましたが、いつもね、あの生まれながらの詐欺師とか言ってますけど、まあそれもそうなんですけど、秋田の、土崎港というとこから出てきて、まあ不良だったんですけどもね、それでまあ音楽関係に入って、まあ知り合ってダウンタウンで一緒になったんだけども、今思えばですね、彼は服のセンス、それからあと音楽のセンスはまあまあ良かったんじゃないかなとつくづく思いますね。でそもそもブギウギバンドがつなぎになったっていうのも、その誠が言い出したことで、まだ売れる前、富士にあるね、何回か話したけど、そのまだベトナム戦争やってる頃の兵隊さんがね、あの集められて訓練して、最後にその富士の裾野の実弾演習場で、実弾撃って練習して、そのまんまベトナムに送り込まれるという、そういうところに毎月のように行ってたんですけども、終わると結構夜中になっちゃって、で宇崎さんがたまたま鶴見の方にその時住んでて、でいつもそのまま帰ると大変だから家へ泊まっていけっていうことで、よく泊めてもらいましてね、みんなで、まあ、誠と私と和田とこう泊めてもらうんですけど、で次の日にある夏の時にたまたま三浦半島の方で、昼間の野外の仕事が入ってて、いつもね適当にあの夏なんか短パンとゴム草履と T シャツでいつもその富士の裾野のベースキャンプでこうライブやったりしてたんですけど、このまんま明日やんのもなんだなっつって、で起きてちょっと時間があって近所をブラブラしてたら、鶴見のでかい作業服屋がありましてね、その前を通ったら誠があの宇崎さんに、ね、シューちゃん、シューちゃんって呼んでましたからね、1000万ぐらい持ってんだろ、1000万っていうのはバンド英語で1万円ですけどね、1万円ぐらいあんだろう、でふっと見たら白いつなぎが2500円1枚、2500円で売ってて、4人分でちょうど1000万だからってね、今日これ着てやろうよってね、でそれを買って、宇崎さん家で、じゃあ真っ白のままじゃこれただの作業着だからっていうんで、宇崎さんが考えてた、昔から考えてたあのブギウギっていうね、あのこう火がピョーンとなったようなあのロゴというか、あれを背中にマジックで4人分書いて、でおいいじゃんいいじゃん結構かっこいいじゃんってね、みんなで後ろ姿を見てるといいんだけど、前見たら真っ白で、これじゃ前ちょっとなんか寂しいよなつって、で私が言ったか誠が言ったかちょっと覚えてないんですけど、このストラップに隠れない右側の胸のポケットのところにそれぞれの名前の一文字書こうと感じで、でそれを書いて、おいいじゃんつってね、で海でやったわけですよ。ステージの下にね、当時、まあ、女子高生みたいな女の子たちが結構いて、降りてきて宇崎さんがその女の子たちに、お兄さんたちさこんなんでやったけどダセーよなって言ったら、その女の子たちがかっこいいっつってね、それであのつなぎになったんです。だからあの相原誠がザ・フーのね、あのイメージで多分彼は言ったんだろうけども、そのおかげで、ブギウギバンドといえばつなぎというねスタイルができたと。誠聞いてっか、知らんけど。はいはい、高校生の頃のねアマチュアバンドを思い出して、はい、うん、こんなブルースもやってました。この歌結構古いよねと思うね、オリジナルがどうのなんて調べてないから分かんないけどね。これ何度かやってるかあるんですか、新井さんライブでは。やったことない。だからそのアマチュアの時の、うん、あこの曲こうやってやったよなっていうのを思い出して、うん、ちょっと歌詞また調べて、なるほど、うん、これは皆さん聞かなきゃ損です ね、じゃあ行っちゃいますか。はい、あんたにね呪いをかけてやるぞっていう、おー怖怖いっていうのは怖い歌だな。I put a spell on you, cause you're mine. Ba-do-da-do-da-do. You better stop the things you do. And I'm lying. No, I lieI couldn't stand it.
wishing a better mama I can stand it since we put it down. I put a spell on you, cause you're新井さん社長お疲れ様でした。 ありがとうございました。はい、空と雲さんもありがとうございました。はい、はい、音源流せばしたかったですけどね。はい、空と雲さんの、そう、はい、そうです、すみません。また今度お願いしますぜひまた出ていただければという、はい、ね、ね、素敵な音楽聴けるので、ライブとかもね足運んでいただければと思います。はい、よろしくお願いします。はい、はい、さて、純平さん、2週間経ちましたが、お元気でしたか？なんか台本読んでます？めちゃくちゃ台本っぽかったですけど、はい、最近ですね、教習所行ってますよ。お、頑張ってるんですね。はい、路上教習、もう、かれこれ、8時間、9時間、結構な、行きまして、お、はい、次の次あたりは高速教習になるということで。へぇー。なかなか。高速乗るんですね。純平1月に免許取れるんじゃないかという、ということでちょっと期待しててください。はい、はい、免許を取った暁にはどなたか乗れますよぜひ待ってますよ。はい、命の保証はないですけどね。はい、はい、そういういやでも運転怖い。みゆきさんよくあれですね、毎日運転でしてますね。そうですね、怖いっすよ。珍しくちゃんと運転できてます。もうね、あれでした、昨日なんて50キロ制限のところでブワーって50キロ出したかったんですけど、もうバイクが、バイクスクーター、原チャがいて、うん、はい、もうあれこれ抜かすべきなのかな、どうなのかなみたいなので、もうなんか困ったりして、はい、で多分まあ抜かしゃいいやつってバーって60キロぐらい出せばいける話なんですけど、さすがに隣に教官乗ってる時に、うんうん、そういうのわけにもいかず、うん、なんかトロトロ走ってたら抜かしていいよとか言われて、あ、抜かすのも怖えよと思いながら。そう、はい、でもなんかね、後ろでいつまでもトロトロ走ってんのもなんかそれもそれであれだからね。そうですね、そうすると後ろが気になるんですよ。後ろのに車詰まってきてんじゃないかなとか思ったり、うん、バイクの人もね気になっちゃうからね、抜かしていっていいとか思うかもしれない。確かに現地だったら抜かす、なんで早く抜かさないのかなぐらいに思ってるかもしれないですね。そうそう、いやなかなか難しい。そうそうそう、あとちょっともう一個だけいいですか。はい、どうしたんですか。最近ですね、早起きしてですね、はい、神社にお参りに行ってます。あまあ散歩がてらなんですけどね。あ、すごいですね。はい、いいですよ、なかなか朝外出て、うん、もう朝起きてもうすぐにもう準備してすぐ出て、うんうん、っていうのをもう日課にしてかれこれ1週間ぐらいやってます。
偉いですね、はい、早起きはいいですね。早起きは三問の得でしたっけ。そうですね、あ、当てた。はい、継続は力なりです、ね、あ、なんかいろいろモテる知識を出してきましたね。すごいですね。頑張って続けてください。はい、はい、ではコーナーに行きましょうか。あ、はい、はい、順平のコーナーでございます。この時間は音楽にとって大事なのはリズムだよというお話をですね、短くしたいと思います。意外とそんなの分かってるよとは思いつつも、なかなかこのプロとアマチュアの違いというのは、そのリズム、一番リズムなんじゃないかなと思っております。はい、ベースとかドラムとかはやっぱり、まあ、あのリズムっていうものが前提にしている楽器なので、重きを置いてるんですけれども、これギターとか あとはボーカルだとかにしてみると、ちょっとどうしてもこうおざなりになりがちなんですけれども、僕はもうリズムはですね、もう一時期もう来る日も来る日も 2,3 時間ぐらい、クリックってピッピーをずっと聞いて、メトロノームを聞いて、ひたすらもうリズムに合わせるように練習をしました。でそうするとちょっとこう音を間違っちゃったってなってもですね、リズムが合ってると合ってるように聞こえる。で逆にリズムが悪いと、どんなに合ってる音を弾いても間違ってるように聞こえちゃうということで、リズムって大事なんだなっていうのをもう強く感じました。でボーカルは何か、特にリズムが苦手な人が多いんですけど、あまりこうリズムを意識してっていうのはなかなかないと思うんですけれども、このトレーニングが非常に重要なんですね。でボーカルのよくリズムいい人を、まあ、全員ではないんですけれども、頭が休符の時とかにうってちっちゃいのを入れてたりしますね。そうですね、誰かって言ったらちょっと思い浮かばないんですけど、まあ、マイケル・ジャクソンとか本当聞いてみるとですね、もうリズムを感じながら歌ってるんだなっていうのがすごいひしひしと伝わってくる歌い方をしているので、とかなんかあるじゃないですか、よく真似されるような、ああいうのももうリズムを取るようなためのものなので、ぜひそういう観点でですね、歌を歌ってる人やギターを弾いてる人は今一度こうリズムを考えつつ演奏していただくとクオリティがグーンと上がります。これは指が早く動くとか高い声が出るとかよりもリズム向上することによってかなり、音楽レベルが上がるんじゃないかと思いますので、ぜひお試しください。もしどうやって練習すればいいのとかいうようなお話がありましたらお答えいたしますので、お便りください。それでは順平のコーナーでした。はい、順平のコーナーでした。ということで、みゆきさんは最近どうなんですか。私ですか。どんな日々を送っているんですか。どんな日々、まあ、食欲の秋でもう食べて食べて。お、最近なんかおすすめのスイーツとか、なんか最近スイーツの話めっきりないですけど。あ、今こそなんか芋の時期なんじゃないですかね。芋はちょっともうないよ、芋スイーツ。ていうかあれっすね、もう秋というより冬っすね。そうだね、もう12月になっちゃうんだよ。来週12月ですからね。そうだよ、はあ、早いですね。シワスですよ。シワス、はい、シワス関係あります。え、いやだからあっという間に過ぎちゃうからシワスでしょ。死が走るぐらい忙しいって話、うん、からあっという間に過ぎちゃう。あっという間に過ぎるっていう意味じゃないじゃないですか。で忙しいっていう、忙しい、忙しいっていうことで、ね、です、はい、つまりはということで、はい、はい、じゃあお便りがあるんでいいですか。はい、はい、長須さんの歌がかっこよくてしびれました。新井さんのエッジボイスにもキュンキュンです。お二方とも本当に素敵なミュージシャンでありつつ、お茶目で可愛らしい少年みたいなところが大好き。長須さんまた出演してください。純平さんの新しいギターの音色も素敵でした。ぜひアイムで弾いてください。ぜひですね、はい、忘年会ライブでぜひお会いできればって感じですけど、はい、あれ辰巳さんは忘年会ライブいらっしゃるんでしたっけ。あ、はい、
来ていただく。ああなるほど。いや本当に。なんかね前回のライブはめちゃくちゃ MC が長かったという噂の変わりましたけれども。なんかねすごい楽しかったですよ。いや楽しいですよね。辰巳さん止まらないんですよね。そうおねあの二人新井さんとも二人でね止まらなかったんですよ。はい。これはね本当にね、はい、ぜひライブでね聞いてほしいです。喋りだけでも聞きに来てほしいですね。どっちがライブだか分かんない。そう、はい。はい。ということでライブのお知らせをどうぞ。はい、ね、12月23日金曜日、はい、アイムの恒例忘年会ライブです。はい、6時半スタートの7時、あ間違えました、すみません、オープン6時半のスタート7時です。はい、何が間違ったのかは分かんないですけどね。はい、はい、では、出演は新井さん、長須さん、北方さんですに来ていただきます。はい、ぜひ楽しみにしててくださいね、と、はい、いうことですね。はい、はい、あれ料金はいくらなんですか。5000円の飲み放題軽食付きです。おお、お得ということでね。はい、はい、で終演後はライブもでき、ライブというか演奏もできますよと。はい、もうなんかそういうのをもうごちゃ混ぜでやろうと思ってます。はい。はい、去年の話なんですけど、はい、去年新井さんイズンシーラブリー弾いてくれましたよね。あーそういえば、はい、なんとそんな面白いこともあるということで、そうこれは貴重ですよ。しかも辰巳さんもいるということで、うん、これはぜひ楽しみにしていただければと思います。はい、はい、皆さん一緒に楽しみましょう。はい、僕も新しいギターで臨みたいと思います。あ、新しいギターの音色をそこで披露してくれるんですね。はい、はいはい、よろしくお願いします。はい、はい、では次のお便りです。新井さんの歌でアカシアの雨が止む時を聞かせていただきました。前にもどこかで聞いた記憶があります。新井さんが好きな曲ですと言っておられたので嬉しかったです。僕は西田幸子さんの大ファンです。レコードはほとんど持っていました。ピンクレディといえば普通はあの二人組を思い浮かべますが、僕は西田幸子さんのシングル曲ピンクレディを思い浮かべてしまいます。おなかなか、あれピンクレディってそこから撮ってるんですかね。どうなんでしょうね。あ、そうかな。そう、時期的にはそっちの方が後になるんですかね。西田幸子さんがピンクレディという名前の曲があって、その後ピンクレディの2人が誕生したということで、そこから撮ってんですかね。じゃないですかね。わかんないですけどね。気になるのは、うん、ちょっとその方教えていただきたいです。もしご存知であれば。はい、はい。お願いします。はい。はい。お便りは以上です。はい。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ということで、はい、もう12月ですけれども、はい、皆さんまたコロナが流行り始めてきているので、どうか。そうですね。はい。周りで感染した人が、まあ、ちらほらいるんですけれど、うん、なんか結構なんか熱が高いとかそういう人が多いんで、うん、今回はそういう感じなんですかね。うん、なのかもしれないですね。ちょっと気をつけていただきたいですね。本当にね、本当、はい、本当に基本的なことですけど、うがい手洗いね、はい、やってれば大丈夫な気がしますけど、どうですかね。お、何で笑ったんですか。あ、いえいえ、なんか私すごい普通のコメンテーターみたいなこと言っちゃったかなと思って。そうそうそう、なんかお昼の番組でも狙ってます。それ見すぎちゃってちょっとね、うん、はい、コメンテーター同様内容はあんまりなかったですね。あ、ちょっとごめんなさい、ちょっと辛口のこと言っちゃいましたけど、はい、はい、じゃあ今日はここら辺で終わりたいと思います。はい、それでは皆さん、じゃあね、バイバイ。遅く起きた日曜、交差点のカフェで通り過ぎゆく人を眺めてブルファー、時計台の下割り待ち合わせしたね。週末を誇ってる
賑やかな通りだからふらりふらりふらりぶらぶらだからふらりふらりふらりぶらぶらオシャレだね並木通りでほろ酔い気づけば夜明けだからふらりふらりふらりぶらぶらふらりふらりぶらぶら思い出深く残るララ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 優しくて寂しい So ここは銀座だからふらりふらりふらり銀ぶらだからふらりふらりふらり銀ぶら